噂話一つで人間関係がぐちゃぐちゃになっちゃうこともあるんだよ。そうね。だからこそ安易に噂話に流されないようにしないといけないんだ。そうだよね。随分と楽しそうな表情を見せるのね。今度堀北さんの噂でも流しちゃおうかなって思って。足が臭いとか、実は下品な話が大好きだとか。根も葉もない噂を吹聴するのはやめてもらえるかしら。気にしちゃダメだよ、単なる噂話なんだから。次回、運命は勇気あるものを助ける。堀北さん